アポロ11号が月面着陸を果たし、東名高速が全線開通した69年に、初代フォードア GTR がデビューする。その夏の広告で初めて愛のスカイラインというキャッチコピーが採用された。この頃、個性的なリアフェンダーのサーフィンラインもスカイラインの象徴として認知され始める。翌70年、スカイラインに初めて2ドアハードトップが加わると同時に、 GTR もボディを変更。それがこの KPGC10、 通称ハコスカ GTR である。それまでのフォードア GTR のホイールベースを70ミリ短縮し、運動性を向上させたハードトップ GTR は、サーキットで小型軽量を武器に GTR を脅かし始めたマツダのロータリークーペ、カフェラに対抗する切り札として期待された。フォードア GTR から引き続き搭載された S20 エンジンは、プロトタイプカーR380 の GR8 エンジンの技術をもとに設計された。レースにおいて最高の性能を発揮するため、日産が持てる技術力をフルに投入。当時フェラーレですら2バルブ DOHC であった時代に、6気筒4バルブ DOHC をセダンに搭載するということは、とてつもなく先進的なことであった。69年5月のレースデビュー時に200馬力程度だったパワーは、ルーカス製機械式インジェクションの採用やドライ散布化によって、翌年には240馬力に向上。絶え間ない開発の結果、ハードトップ GTR があの伝説の50勝を達成した72年には、なんと263馬力を記録していたという。サスペンションは国産車のほとんどがリーフスプリングを使っていた時代に、四輪独立懸架を採用。メルセデス、BMW といった世界のトップと比較しても遜色のないものであった。GTR 神話はこの車から生まれたと言っても過言ではない。黒沢元春、高橋国光、北野元、長谷見正弘、そして星野和義といった日本を代表するドライバーが、ステアリングを握った車という意味でも大きな存在である。フォードア時代からハコスカ GTR の開発を担当していた黒沢元春が、ハードトップ GTR の初テストの思い出を語った。あのね、その時もハードトップができた時もね、 KPGC10 が誕生した時も、ちょっとしたドラマがあったんだけども、その時ね、高橋国光と来たのはもう381かなんかの開発でね、別なあれでね、多分矢田部かなんか言ってたのかな。で、僕と横山達さん、まあ、横山達さんも亡くなりましたけども、2人で富士へテスト行って、現場は小平とか杉田とか そういう連中がいたんだけども、富士で、テスト、まあ極秘のテストしたって、まあスピードウェイだから極秘でもなかったんだけども、一応占有して関係性入れないんで、そういうテストで、で最初のもう本当のシェイクダウンの最初をこう鳴らしは先輩の横山さんに乗せようってことで、横山さんに乗せたんだけど、たまたまヘアピンで転倒しちゃった。で実験車が1台しかなくてね、どうするっていうことになったんだけども、まあ運よくゴロンとこうひっくり返っただけでね、フロントの A ピラーがこう斜めになって、フロントガラスが飛んじゃって、みたいなことで、まあドアなんか当然潰れてるけども、足回りが何でもなかったんで、彼らがね
ね、角材をスピードウェイの影から探してきて、それで A ピラーを叩いてね、こうなったのをまっすぐにしてね、それでフロントガラスもたまたまそこ割れないでコロンと転がったんで、それをガムテープでくっつけてね、もうちゃんと席にはまらないから、まあ、そんなことして、2日目の午後には治って、それで僕が乗って、いきなりね、フォードアよりも2秒近く1点何秒、正確に覚えてないけど、まあ、2秒近く早かったんですよ。それでもうみんな現場も喜んで、それで当時携帯電話もないんで、公衆電話から担当が桜井さんとかにこういうことでもう KPGC アウトとか行けるよみたいな話したらね、荻窪の桜井さんはじめみんなが喜んじゃってね、そういう思い出もありますよ。今までは8500回転ってのを守ってたんだけども、もう回るだけ回していいということでね、僕12000って数字覚えてたのが、12000ってのは多分ね380の方のエンジンがやっぱり最後12000回したと思うんだよね。多分こう GTR のはね1万500ぐらいかな、とにかく1万回転は超えてたね。1万500か1万800800か、そのぐらい回しましたよ。で、そういうふうに回ってきたっていうのはね、まあ今だからこそもういいだろうけども、あれはもう市販のエンジンと全く違ってね、多分毎年ねベースのブロックから作り直して、まあそういう意味では今の言葉で言えばスペック5ぐらいまであったと思うんだけども、ブロックから作り直したっていうのは、そのベースは3つぐらいにこう作り変えていって進化してきたのかな。で、松田と相当こうやり合ったんですけども、スカイラインは当時はね、松田から比べてでかいんで、ストレートでは最高速は負けるんだけども、富士のバンクを過ぎて横山コーナー SG100R ヘアピンなんかではもう松田がついてこれないみたいな、もう横山コーナーでカーンとインサスともうそのままこう最終コーナーまではねリードできる。最終コーナー立ち上がってちょうどスタートライン、昔のスタートラインというのはもうちょっと最終コーナー寄りだったんだけども、その辺過ぎてじわ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 これって今のピットエンドぐらいで、松田に刺されるみたいな、だから足はすごく良かったし乗りやすかったですよ。まあタイヤもね当時まだ今で思えばもうハードコンパウンドのだったんで、スリックタイヤでもかなりドリフトしたりなんかしてましたけども、非常に乗りやすい車だったんです。30年の時を経て黒沢元春が箱須賀 GTR に乗り込む。今日その GTR に乗れるってんでね、まあすごく楽しみですよ。ただその本当はね昔のそのワークスマシンが残ってるのが一番いいんだけどな、まあ、とにかく少しでもね僕も昔の記憶を思い出し、それであれば昔の映像も使ったりしてね、その当時の僕が言う GTR を少しでも皆さんに知ってもらえればね、今回の意味があるんじゃないかな。
エンジンの方はエンジンすごくいい。あ、そうそう、ものすごく安定して。実際当時のワークスカートどうなんですかね、こう乗った感じ。あのね、上の音だとか振動だとかそれは同じだな。やっぱりね、7500ぐらいから俺たちが乗ってたのはグーンとトルクがついてくるけどね。結構低回転でトルクを出すような感じで、そうだ、ね、作ってますから、ね、ギューンと。別な言い方するとトルクがフラットなんだよね、あの我々が乗ってたのはもう7000ぐらいから8500ぐらいまで、そうですね、まあそれは仕方ない。音だとか全体的なフィーリングはなんか昔の感じを思い出させて。あ、そうですか。じゃあよかったです、いやこれよく作ったね。これだけ安定してるもんな。今の技術使った人って復活したね、これね。まあこの形でね、さっきと全開走行っていうのが夢でしたからその日、スポーツランドスグを走るハコスカレーシングのコクピットに収まった黒沢モタールは完全に30年前にタイムスリップしていた。ステアリングを握るその後ろ姿と走りは当時の日産ファクトリードライバー黒沢モタールそのもの。青春時代を共に戦ったマシンに再び出会った時、その胸に去来したものは一体何だったのだろうか。やっぱりね、その一番この中心になるマシンがすごく感動したものがないとね、そういうものはこうやらせ臭くなってくる。今日タイムでもこのスゴで1分40秒切るすごいタイムが出た。2リッターの NA で8000回転回して、あの音振動、コーナーに入った時のグーンと手とかのもういろんなところが伝わって頭にくるこうフィーリングっていうのはやっぱり当時のものに非常に近かった。だからそういう意味でね、考えると昔日産が GTR をこれをやってた時っていうのはやっぱりすごかったんだなと改めて、その単なる周りのレベルが低かったとかそういうことじゃなくてね、まあ今の F1 の世界とかカートのトップの技術までは言いませんけども、そういうものを考えても時代背景を考えるとね、日産がやってたことはすごいことやったんだなというのが、今日の素直な印象。やっぱりね、あの話はちょっとずれるけどね、レースってのはやっぱり音が大切だな。あの NA でね、このすごいこうキーンと張り詰めた音が出て、多分外でもね、僕がどういうアクセルコントロールやってるかっていうのが多分音だけでも判断できると思う。そういうのが分かりやすいマシンだから、それはもうやっぱり排気管にサイレンサーつけたりターボの車でこういうフィーリングが出ないなって感じするね。だからやっぱりまあ、今こういうマシンにしろとは言いませんけども、やっぱりレースっていうのはこのストレートのノーマルアスピレーションのダイレクトの音っていうのはやっぱり単なるうるさいだけじゃなくて、感動するものがあるんだなっていうのが、まあ、また一歩で感じた部分ですね。まあ、そういうことで、僕もこのビデオがどう仕上がってくるか楽しみにしてますけども、本当に当時の僕が日産ワークスでやってた時のこの車を乗って7勝した時のあの思い出が、本当にこう脳裏、まあ小説っぽいですけど脳裏からこう蘇ってきた、当時を思い出させてくれた
本当にありがとうございました。